例えば大規模なマンションや団地の場合、 A 棟の201号室、 B 棟の106号室といった呼び方をするケースがあります。これはある団地の中の何々棟というのが建物を表していて、さらに何階にある何号室という番号の付け方になっているのです。このような付け方のことを階層構造と言っているのですが、この階層構造の場合、階層を上から順にたどればいいので、目的の場所が探しやすくなるのです。例えば、Windows のディレクトリーも一番上がドライブになっていて、ドライブの下がフォルダー、さらにフォルダーの下にファイルを置くという階層構造になっています。一箇所をスタート地点としてデータを階層で表現したデータ構造のことを、形が木に似ていることから木構造またはツリー構造と言います。木構造では丸印の書いている部分にデータを格納します。ここを接点またはノードと言います。そして頂点にある接点のことを根あるいはルートと言います。さらにこれ以上先がない接点のことを葉またはリーフと言います。一口に木構造といっても、二分木、二分探索木、完全二分木、バランス木、完全バランス木、 AVL 木、 B 木、ヒープ木などがあります。今回は二分木と二分探索木について見ていきます。二分木とは根や接点が3本以上に分岐しない、ご覧のような構造のことです。ですから例えば1つの接点から3つ以上分岐している場合、二分木とは呼びません。この二分木の一種に二分探索木があります。二分探索木には根に全体のほぼ真ん中の値が入っていて、左へ分岐すると親接点よりも小さい値が、逆に右に分岐すると親接点よりも大きい値が入っています。値を格納するときにルールを作っておけば、上から順にたどるだけで目的の値にたどり着くことができます。これは例えば目的のファイルを探すときに、ちゃんとフォルダーごとに分類しておくと、フォルダーをたどるだけで目的のファイルを簡単に見つけることができるのですが、もしちゃんと分類しておかなかった場合に、すべてのフォルダーをしらみつぶしに開かないと目的のファイルを探し出すことができないという結果になってしまうのと同じようなものです。 Windows のディレクトリーが木構造になっているのは、目的のファイルを探しやすくするためなのです。二分探索木も上から順にたどるだけで目的の値にたどり着くことができます。例えば28を検索する例を見ていきましょう。データを一つ一つ確認しながら順に探すことを探索といって、二分探索木を使った探索の場合、必ず根から順に始めていきます。もし目的の値が接点の値よりも小さいときは左へ、逆に大きいときは右へ進んでいきます。二分探索機を利用した検索のように、データを整列させて真ん中を順に探索することを二分探索と言います。データを木構造にする目的の一つに、探索回数を減らすことで検索をやりやすくするという点があります。普通の二分木の場合、前順探索と呼ばれている接点から左部分木、右部分木の順に探索していくという方法と、間順と呼ばれている左部分木から接点、右部分木の順に探索していくという方法と、後ろ順と呼ばれている左部分木から右部分木、さらに接点へ行くという順に探索していく方法が考えられます。ただし、すべてのデータをしらみつぶしに探索する、つまり逐次探索を行っているということになってしまいます。普通の二分木の場合は、この逐次探索しか行うことができません。
蓄次探索は二分探索と比べてデータの探索回数が多い分、検索にかかる時間がどうしても長くなってしまうのです。二分探索機の欠点はデータの追加や削除を行った時に接点の入れ替えが発生するという点です。例えば以下の二分探索機で6を削除した場合、左分岐の値のうち一番大きいものを移動させるか、または右分岐の値のうち一番小さいものを移動させるということになります。二分探索機はただデータを追加削除するのではなくて、二分探索ができるように整合性を保った状態にするための作業が必要になるのです。つまり機構造とはデータを階層で表したデータ構造のことで、機構造には二分岐、二分探索岐、完全二分岐、バランス岐、完全バランス岐、AVL 岐、B 岐、ヒープ岐などがあります。